showdown is about to begin. Ready? Fight it out! まずはこれだ。修行になったな。次はカルカ。いいぞ、バッチリだ。今のおめえならこれくらい大丈夫だ。18号はカプセルコーポレーションで詳しく検査中よ。
生体機能に全く異常はないそうだから、そのうち必ず目を覚ますわ。大丈夫、そんな不安そうな顔しないでね、クリリン。そうですか。ブルマさんが大丈夫だって言うんなら大丈夫ですよね。大丈夫だって。ブルマが何か作って18号を起こすからさ。ちょっとソン君、私のことを何だと思ってるのよ。だっておめえ、いつもなんか変なもん作ってんじゃねえか。変なものって何よ。私の発明品を何だと思ってるの。二人のやりとり見てるとなんだかほっとしたよ。そうだよな、ブルマさんが見てくれてるんだから大丈夫だよな。そうよクリリン、安心して。18号は大丈夫、私に任せなさい。だがなぜ16号は今回の事件に関わっているんだ。本当にあの16号ならレッドリボン軍のやり方には反発するんじゃないか。そうなんだよ、16号は悪いやつじゃなかったのにな。実は私、最初に16号に会った時、それは別の16号だって言われたの。だからあの16号は設計図か何かを元に作り直された16号じゃないかしら。でもよ、あいつ目と別人っちゅうわけでもなさそうだったぞ。そこなのよね、作り直されてはいるけれど元の16号の記憶もあるって感じかしら。真相は分からんが、今はレッドリボン軍の基地を目指すくらいしか当てはないようだな。あ、そうだな。いたぞ、ほらあそこ、ご飯だ。はあ、よかった、気を失ってるだけみたいだ。当たり前だ、お前とは出来が違う。そんなこと言うなよ、サイヤ人が頑丈すぎるんだからさ。またクローンか、あいつらしつけえな。ソン、奴の注意は俺が引く、お前はご飯を。悟空ならご飯を連れて瞬間移動したぞ。ご飯はブルマに預けてきた、これで遠慮なく戦えぞ。あれピッコロ、どうかしたんか、顔が赤えぞ。気のせいだ。そっか、そんならいいけんどよ。それよりまずは奴を片付けることを考えろ。
父さん、それにピッコロさんも。ようごはん。体なんともねえみてえだな。そん、息子のことをもう少し心配できんのか。悪い。けんどごはんはそんな弱くねえからさ。それに最近はおめえがごはんの修行してやってんじゃねえか。まあな。だがまだ本調子とは言えん。ブルマさんから事情も聞きました。僕も一緒に戦います。おお、ご飯が一緒に戦ってくれるなら頼もしいぜ。それから父さんたちにリンクして一緒に戦ってくれてる方、あなたをこんなことに巻き込んでしまってすいません。これからは僕も戦います。力を貸してください。